ねえねえ君たち、この大仏様いつ立ったか知ってるかい？大仏様はずっと座ったまんまでまだ立ったことはないんだ。いやまあ冗談はさておいて、ずいぶん大きなもんだね。この鎌倉の大仏様をなぜ建てたか、これが謎なんだね。この大仏様は頼朝の遺志を継いで奥方政子が常泉寺の境内に作らせたものです。できた当時は24メートルもある木の阿弥陀様だったんですが、その後に金と銅で作り替えられたものです。できた当時、奈良の大仏様と同じようにお堂の中に入っていたんですが、大津波でお堂がさらわれまして、このように路側の大仏となって今日に及んでおります。高さが 11.3 メートルあります。顔の長さが 2.3 メートルです。眉毛が 1.2 メートルで、目の長さが1メートルあります。口の長さが82センチですね。鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男に弱すな。いや、本当に大きい。なぜこんなに大きな仏様を作ったんだろう。そこでまず大仏様を作った鎌倉の歴史を振り返ってみよう。源頼朝が征夷大将軍に任ぜられて鎌倉幕府を開いたのは1192年。鎌倉にいい国作る頼朝公って暗記するといいね。源頼朝が死ぬと妻の政子は尼になったが、政治は子供に任せず自分で行った。この頃から政子の生まれた家である北条氏が力を持ち始める。そして源実朝が殺され、源氏の血が絶えると北条氏の天下になり、鎌倉百年の繁栄が続いた。大仏様を作り始めたのは1238年。5年後の6月16日に完成供養を行ったと記録されている。しかし、この時の大仏様、他の記録では木造となってるんだ。ところがそれから10年も経たないうちに、同じ場所で金堂8畳の大仏を作り始めるとある。これらの記録は鎌倉幕府のことを詳しく書き残した吾妻鏡という書物にあるのだが、なんと大仏様の記録だけがとても少ないんだ。木造の大仏様がどうなったか、なぜ金堂仏にしたのか、またなぜあれほど大きなものを建立したのか、今もって謎なんだね。